何でもよい。そなたが望むものがあるならば、そのすべてを与えよう。その強運への褒美と思うもよかろうし、わらわの求めに対する正当な対価と考えてもよい。そなたにとっては全く大したことではないかもしれない。しかしわらわにとってはそれだけ意味がある取引だということ。ただ、せっかくわらわは魔女なのだから、魔女にしか叶えられない願いを求めるのが利口ではないかと思うぞ。せっかくの機会ではないか。この黄金のベアトリーチェから恩恵を得られるなど。わらわの通り名は黄金の魔女。金蔵に与えたような山なす黄金を与えることは造作もない。何しろ人の世の快楽はすべて金で換算できる。すなわち黄金こそが人の世の快楽そのものなのだ。そなたは想像ができるか。生涯をかけても使い切れぬ黄金の山が。しかし人の世は難しい。どれほど空高く積み上げた黄金であろうとも、満たされぬものがあることを知っている。埋められぬ隙間があることを知っている。わらわはそれをないがしろにしないし、それこそが魔女であるわらわにしか与えられぬ褒美であると考えている。そなたのそれをわらわが埋めてやるというのはどうか。なるほど、これはいい。わらわにしか与えられぬものだ。そなたもさぞや喜ぼう。口にせずともよい。そなたの心の隙間など顔に書いてあるからすぐにわかるぞ。
そなたの深き心の傷はどこまで遡れば癒せるのか。これは深い深い。時に破片を飲み込んだまま傷口が閉じてしまうこともある。そういう傷は見た目には癒えていても永遠にうずきを感じ続けるものだ。完全に治すため今一度傷口を開くこともあろう。そなたの痛みはすでに生まれながらにして運命づけられたものか。これは何ともつらいものよ。言わずともよい。わかるわかる。ローザ、ローザ、どうしてお前はそんなにバカなのか。ローザ、ローザ、どうしてお前はそんなにバカなのか。ローザ、ローザ、どうしてお前はそんなにバカなのか。
どうやって癒すのか。可能ではあるが簡単ではない。時間を巻き戻し、そなたに兄と姉がいなかった世界を与えることもできよう。しかしそれではそなたは兄と姉に苦しめられた記憶が残らず、ゆえにそれをもって褒美であると言われても納得はできない。飢えは癒してこそ満たされる。飢えそのものをなかったことにしても誰も感謝しない。日々の飽食に感謝する若者がいないようにな。わかるか。となれば、そなたの痛みに報いる喜びがある。そなたは苦難の過去を誇っていい。苦難を知らぬ者には味わえぬ快楽を知る資格があるからだ。この快楽を知る者は同じ喜びを他者にも与えずにはいられなくなる。食は人の快楽の多くを占める。生涯生き続ける限り豚のように食い続けなくてはならぬ。一食で足りなければいくらでも。その心の痛みが癒えるまで美食の宴を続けようではないか。始めろ、カグドン。ドイツ産のキフワインにあやかった甘きアペリティフよ。白ワインを赤きゴールデンドロップで染めたワインカクテルだ。名付けるならばブラッディ・クラウスか。そなたの兄を圧搾機にかけて絞り出した血のゴールデンドロップだけで染めてある。そなたは紅茶に詳しかろうから意味がわかろう。ゴールデンドロップとは最後の一滴のことだ。紅茶で最も貴重な一滴と言われている。そして
血のゴールデンドロップも同じ。人間から絞り出せる血液の貴重なる最後の一滴、あれにて絞る。しかしゴールデンドロップは一度に一滴しか取れぬ。どんな人間からも一滴以上は取れぬというわけだ。しかしわらわは魔女。人を蘇らせることもまたたやすい。料理場でがふさわしい。もう十分だ。下がれ。ゴールデンドロップがどれほど貴重なものかお分かりいただけたかね。それを集め、それほどに赤く染めるには何十人分も絞らなければならぬ。一口目はいらぬか。この男に殴られて口中に滲んだ血を飲み込んだ日を忘れたか。そうそう、あの味を思い出せ。こぼし尽くして枯れ果てた涙の味を思い出せ。その悔しき思い出を癒して足りるアペリティフであると信じている。
それは旬の野菜による二枚舌のサラダ風だ。お前がいつか食いちぎってやりたいと9歳の誕生日の日に願ったエヴァの舌で作った念願のサラダよ。姉の二枚舌のお味はどうか。さぞや柔らかくとろけるであろう。言うに及ばず、そのサラダにはエヴァの舌を5枚も惜しげなく使っている。舌は一人から1枚しか奪えぬ。しかしわらわなら何度でも奪える。お気に召さぬか。まだまだ料理は続くぞ。ルドルフの顔の皮で包んだスズキのパイ、脳みそを茹でたスープに肝臓のフォアグラ、デザートにも期待せよ。兄弟だけではないぞ。お前が信頼しにもかかわらず裏切った人間たちをふんだんに調理したこの宴を、そなたの心が満足するまで永遠に続けようではないか。嬉しいだろう。後ろ見ローザ、嫌がるふりなんかするなよ。本当は嬉しいってのは分かってるんだぜ。笑いたくば笑えばいい。ムカつく兄貴や姉貴の悲鳴の生演奏がないとご機嫌になれないってんならいくらでも聞かせてやる。いいんだよ、いやいやで。それがお前の性分なんだろ。本当は全身が泡立つほどに嬉しいんだよ。なのに表向きは苦しんでるふりをしてるだけなんだよな。いいんだぜ。ここにはお前が気にする世間体も体面も何にもない。存分の大笑いして食い散らかせよ。最高の宴だろ。後ろ見やろうぜ。もうやめて。すまぬすまぬ。デザートを驚かそうと思って内緒にしていたが、やはり明かしておこう。明かせばフルコースを食べ遂げようという励みにもなるだろう。デザートはお前が愛しているふりをし続けなければならないマナ娘マリアとリンゴのオーブン焼きだよ。うまそうだろ。こいつを食べればお前は全てから解放される。自由だよ、自由。やっとローザという一人の人間として自由を得るんだよ。嬉しいだろ。嬉しいはずさ。よだれが垂れてるぜ。鏡を見てみろよ。
ママ、マリアのこと邪魔だった。邪魔じゃない。ママがマリアのこと邪魔なら、マリア食べられても平気だって。マリアはいつもママにひどいことばかり。ママが男の人を連れてくるときも静かにできなかった。ママが男の人とお泊まりしてくるとき、寂しくて暴れてお部屋を台無しにした。勝手に探しに行って迷子になって、警察のお世話になってママに恥をかかせた。何日も帰ってこなくて泣いちゃって、近所の人に慰めてもらってママに恥をかかせた。こんなマリアだからママの迷惑になってる。生まれてきてごめんなさい。だからマリアはママのために美味しいリンゴのオーブン焼きになるの。そしたらママに初めてマリアがいてよかったって思ってもらえるかな。マリアを食べて美味しかったって思ってもらえるかな。美味しいよね。寒類にむせべよ、娘がここまで言ってるぜ。マナ娘とリンゴのオーブン焼きなんて最高のデザート。これだけ美味しい食材に育てられるなんて、あんた最高の母親だぜ、後ろ宮ルーゼ。ママ、今までありがとう。バイバイ。待って、待って、マリア、違うの。もうやめて、もうやめて。こんなの嫌。私はこんなこと望んでない。もうやめて、もう許して。いや、やめて。口に入れないで。我がもてなしに満足してもらえたか。ならばそなたには認めてもらおう。わらわが魔女であることを宣言せよ。後ろ宮ローザはベアトリーチェを魔女と認めると宣言せよ。認めます。後ろ宮ローザベアトリーチェを魔女だと認めます。だからマリオを返して、解放して。ついに認めさせたぞ。小賢しきバトラはすでに屈服し、黄金鏡に招かれながらわらわを否定する愚か者ローザにも認めさせた。完璧だ。 It's perfect。 成し遂げたぞ、完璧な勝利を。さあマリアを連れて行け。ローザに美味なオーブン焼きを振る舞ってやれ。マリア、うまそうだな。俺にはてめえの牛乳をスライスしてサンドイッチを作ってくれ。その声は、家具となって魂まで屈服していたはず。そのつもりだったんだがな、てめえの趣味の悪いレシピに耳を貸してるうちに腹が減ってきちまってよ。魔女の丸焼きが食いたくなってきちまったのさ。それからマリア、
自分を食べてなんてセリフは10年早えぜ。ただし10年経ったら必ず俺に言えよ。約束だぞ。約束する。バトラック待たせたな。どうぞおばさん、俺は忘れてたぜ。こいつは俺とこの女の一騎打ちだったんだ。俺が屈するわけには断じていかなかったんだ。ローザおばさんが粘ってくれたおかげで再び戦う気力を取り戻せたぜ。気に入った。そうでなくてはな。わらわの期待する後ろ宮バトラとはそうでなくてはならん。わらわを否定してみろ。そしてそれをわらわは完膚なきまでに叩き潰す。何度でも屈服させてやろうぞ。一度靴をなめたそなたに何度でも敗北の味を教え込んでやる。上等だぜこの後ろ宮バトラ。泥をすすってでも立ち上がる男だってことを教えてやる。俺は喧嘩で無敵だった試しはね、何度かは負けてる。だがな、必ず泥をすすって立ち上がる。そして必ず蹴りをつける。男の喧嘩はな、負けを認めない限りどれだけ叩きのめされようと負けじゃねえんだよ。一本取られただけで俺が参ると思うなよ。楽しませてやるぜ、ベアトリーチャー。受けて立とうぞ後ろ宮バトラー。家具ども、次なるゲームの準備を始めよ。その間に貴様にはたっぷりと聞かせてもらおうではないか。こたびのゲームでは密室も多いぞ。そなたの家工場のほとんどをわらわが赤で叩き潰した。その上でさらにどのようなへりくつで言い逃れてみせるのか。礼拝堂の鍵、ジェシカの部屋の鍵、使用人室の鍵、夏日の部屋の鍵、客間の鍵、お前らのお得意な奇想天外、妄想暴言空想はったり、とんでも頂点界斜め上でわらわとことん否定してみせろよ。ああダメだぜ、全然ダメだ。うおー